あ、もう腹減った。腹減った。今日これこれじゃね、こっちこう。こうですね。ちょっと試してみたいと思います。今から、昔ながらの YouTuber っぽい方法でお湯を入れに行く。危ねえわ。普通に危ねえわ。お湯持ってジャンプする。カレーっぽさがあまりないね。スプーン、スプーンですか。え、やだ、ごめん、箸です、これは。いただきます。ごめん、一口目でむせるやつがいるかってね。え、なんで、なんで。出発。あ、でも結構うまいかも。結構満足。汗だくですね。どうも皆さんこんにちは。ケンシチャンネルです。なんかさ、直前にビョン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 ジャンプしてたからさ、猫が怖がって、目そらしてくるんだわ。はい、よし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 。はい、しゃあはいはいはい。よいしょー。ほれー。いや、俺どうやって撮影すんの俺じゃ。いや、というわけでですね、今日はね、動画でね、ちょっとお話ししたい話題が2つあります。1つ目はこちら。セガがメメントモリ訴える。まあいいよ、そっち行ってても大丈夫。うるさいよね俺ね。せや、改めまして、セガがメメントモリを訴える。まあ正確にはメメントモリの会社でありますバンクオブイノベーションっていうところを訴えております。何を訴えたんですかっていう話なんですが、バンクオブイノベーションが運営しているスマホ向けゲームメメントモリ、それともう一つすでにサービス終了してるんですけれども厳重契約クリプトラクト、この二つのゲームなんですが、セガが保有している5つの特許権を侵害しているということで、損害賠償として10億円、それに対する遅延損害金を請求しているとともに、メメントモリに関してはゲームプログラム等の差し止めを求めているということだそうです。要はメメントモリ差し止めしてね、サービスダメよ続けたらっていうことなんですよね。で、これ、まあ、やぶから棒に来たわけではなくて、両者はこの特許権に関して協議を重ねてきてたんだそうです。しかし合意に至らず今回提訴という形になったみたいです。これに対してバンクオブイノベーションはですね、声明出しておりまして、当社としては、当社サービスが該当特許を侵害しているとの事実はないものと認識しており、本訴訟の手続きの中で、当社の主張の正当性を明らかにしてまいります。また、たとえ本訴訟がどのような結果になったとしても、当社は必要な対策を講じること等により、メメントモリのサービスを継続していく方針ですと。要は、もし訴訟で負けてしまっても、セガが記すライセンス料を払ってでも、メメントモリは継続していきたいと。そういう意向だそうですね。いや、まあそりゃそうでしょうね。だってバンクオブイノベーションはメメントモリで食ってる会社なんだよ。ですね、去年2023年度の業績、売上高213億円で営業利益49億円なんですけれども、そのうちの196億円の売上がメメントモリから来てるんですね。全体の 92% がメメモリ。メメントモリを止めるわけには絶対いかんのじゃという会社ですね。売上の推移もね、メメントモリのサービスが開始してから一気に上がったんですよね。それまでは売上1億円未満の会社でしたから。っていうかこれ見るとずっと赤字が続いてたんですね。メメントモリって売れてるの?っていう話なんですけど、2022年の10月から2023年の11月にかけて、日本のモバイルスクワット RPG 収益成長量トップ5で2位を占めていたのがメメントモリ。1位は2件。現在もアプリのセールスランキング結構上位の方に見受けられるような、まあ人気のゲームとなっているようです。ちなみに、メメントモリの言葉の意味なんですが、自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな。人に訪れる死を忘れることなかれ。といった意味合いとなっておりまして、まあいろんな意味で考えさせられる出来事ですよね。いやーしかし、波乱ですね。2024年は、コナミが馬娘を訴え、任天堂がパルワールドを訴え、セガがメメントモリを訴える。大手ゲーム会社がここ最近のゲームを訴えるような形となっております。いや、こういう構図で見ちゃうと大きい老舗が
新しいゲーム会社を食ってるみたいな感じに見えちゃうかもしれませんけれども、特許権に関してはしっかり守らなければいけないところなわけですからね。そこをないがしろにしたゲーム作りっていうのは横行するわけにもいかないんですからね。でもゲームの業界においてはよく特許権は取ってはいるんだけれども、ある程度目をつぶってる部分もあるみたいなことはよく噂としては聞きますよね。実際のところどうなのかっていうのは我々ユーザー側からしたら真実のほどは分かりませんけれども、新しいゲーム会社がいろんなことやりたいけれども特許のせいで何も作れないってなっちゃうのってあまり良くなかったりはしますよね。せいや、じゃあ今回一体どんな特許が引っかかってしまったのかっていうところなんですが、引っかかった特許とかもね、なんかね公表されてるんですよね。任天堂とパルワールドの特許の話はどの特許が引っかかってるのかと、その辺明るみになってないですよね。あっちも気になるななんて思いつつなんですが、ちょっと調べてみました。引っかかった特許は5つほどあるみたいでして、ちょっと全部は触れないんですけど、まずはこちら、特許7411307、そして特許6402953。この2つの特許でなんかすげえ似てるんですけど、ちょっと読んでみましょうか。複数種類の抽選ゲームのうちいずれかの抽選ゲームを自分の所持するアイテムを消費してプレイしたユーザーに対し、当該抽選ゲームに対応付けられたキャラクター群の中から抽選されたレアリティを有するキャラクターを付与するとともに、各種類の抽選ゲームのプレイで共通に蓄積された当該ユーザーの蓄積数に当該抽選ゲームのプレイ分の蓄積数を加算する抽選ゲーム実行部と、当該ユーザーの蓄積数が第一所定数に到達したことおよび前期第一所定数より多い第二所定数に到達したことを条件として、前期複数種の抽選ゲームのうちいずれかの抽選ゲームに対応付けられたキャラクター群に含まれる高いレアリティを有するキャラクターの中から抽選されたキャラクターを特典として当該ユーザーに付与する特典付与部とおにゃららほにゃららみたいな感じでは続いていくんですけれども、これって要は多分ガチャの話ですよね。ガチャの、まあ、第一天井とか第二天井とか第三天井みたいな感じになると思うんですけど、メメントモリのそのガチャの天井ってどうなってるのかなと思ってちょっと軽く見てみたんですが、ガチャの天井自体は30回っていうのであるみたいなんですけども、それ以外にガチャ自体の蓄積数みたいなのがあって、最大300回のガチャ蓄積数っていうのがあるみたいなんですよね。でトータルのガチャ数が増えていけばいくほどなんかもらえるみたいな、そんな感じになっていると。私はスマートフォンのそういうガチャのあるゲームってたくさん遊ぶわけではないのですが、こういうシステムのものって他にないのかな。なんかありそうといえばありそうですよね。ファイナルファンタジー7エバークライシスはそのガチャのシステムとはちょっと違ったかな。崩壊スターレイルもガチャの蓄積数っていうのはなかったと思うので、まあそれとはまたちょっと違うのかなという気がしますけど、まあそこが引っかかったっていうことなんでしょうかね。せいや、あとはですね、特許7297361っていうのと特許6891987、この2つもちょっと似てて、コンピュータをプレイヤーによるゲームの実行指示に応じて当該プレイヤーにコンテンツを獲得させる、前期プレイヤーによる指示によって当該プレイヤーの所有コンテンツから互いに同一種類であるコンテンツ群をそれぞれ抽出する、前期抽出された各コンテンツ群から合成元コンテンツと素材コンテンツと自動的に選択する選択手段ということで、まあまあまあさらにずっと長く続いてるんですけども、凸要素かな、これは要は同じ種類のものが複数溜まっていくと強くできたりとか、まあ、合成したりとかそういうことができるようなゲームは、まあ、スマホのガチャありのゲームだと多いですよね。そういうことなんだと思うんですけど、メメントモリ遊んでる方でどの部分のこと言ってるのか分かる方いたらちょっとコメントで教えてくれると嬉しいです。ちょっと面白いなと思ったのがさ、その特許の話でさ、有効かっこ年金の支払い年金の支払いってなってて、俺最初検索した時、あ、これ間違って検索しちゃったかなって思っちゃった。まあ、なんかこういう文章にすると非常にややこしくて難解だったりはするんですけれどもね。まあ、ゲームを作る上でこういったところはね、やっぱ慎重にならなきゃいけないですよね。バンクオブイノベーションってメメントモリだけじゃないんです。だけじゃなくて恋庭っていうアプリもやってまして、これなんだろうと思ったらなんかね、ゲーム恋愛アプリなんだそうでして、ゲームの中で要はそのマッチングアプリみたいな感じになってるみたいです。おいおい、なんだよそれ、こらこらバカこら。そっちの方はね、売り上げ 2.4億円、まあでもまあまあ売れてるよね。だって少なくとも利益は出てるわけですからね。いやそれにしてもやっぱりね、そういったそのガチャのゲームってやっぱり当たるとすごいですよね。だってこの売り上げグラフなわけですから、まあ、メメントモリは特に成功した部位のゲームなんだとは思いますけれどもね、この会社もメメントモリの売り上げを、まあ、
で、もちろん下がっていくんだろうけれども、ある程度のところまで維持しつつ、次新しいのを開発して、また新しいものに話題を持たせて、ドンと発表して発売して、とかっていう、そういう運営をね、やっていきたいなとか思ってたところなんでしょうけれども、バンクオブイノベーション側としても、でも、セガの特許には触れてないっていうふうに認識してるみたいですので、まあ、ここは、まあ、現段階でどっちが悪いとか、なんだとかちょっと言えないところではありますね。まあ、事の成り行きを見守りましょうと。まあ、セガ今、飛ぶ鳥を落とす勢いのセガだと。今年はだって、竜が如く8に、ね、まあ、セガアトラスって考えた時に、メタファーにファンタジオとか、ペルソナ3リロードも売れてましたしね。あと、ユニコーンオーバーロードも。今年、セガアトラスって考えたらめっちゃすごいね。めっちゃすごいんだよね。さて、今日お話ししたいもう一つの話題がこちらですね。どうなる今年のゲームオブザイヤー大混戦。いや、今年のゲームオブザイヤーどうなるでしょうかね。ま、あのゲームオブザイヤーを選定しているゲームアワードっていろいろあるんですけれども、特に12月に行われる予定のザ・ゲームアワード、まあ、こちらが特に注目度が高いアワードともなっておりますので、そこで一体何が選ばれるかっていうところをちょっとね、いろいろお話ししたいんですが、今年ね、すっごい高評価なゲームが多いんですよ。特に今日この話題がしたかった理由の一つとして、アストロボット、メタファー、ファイナルファンタジー7リバース、この3つの作品が、マジでもうすごい得点なんですよね。ゲームメディアのレビューの平均点であるメタスコアは、94点と92点、まあファイナルファンタジー7リバースだけ92点と他よりもちょっと2点ほど低かったりはするんですけれども、ただレビュー数がファイナルファンタジー7リバースだけちょっと多いんですよね。ファイナルファンタジー7リバースは151メディアがレビューしていて、メタファーリファンタジオは3つのハードでレビューしてるメディアが結構バラバラになっちゃってるんですけれども、93メディアがレビュー、アストロボットは138メディアがレビューしております。これだけたくさんのメディアがレビューして90点台前半から中盤をつけるってやっぱりとんでもないことなんですよね。で、まあ得点が高いっていうだけで言うと、エルデンリングの DLC もメタスコアすごい高いんですよ。ただ、DLC なんですよね。DLC ってゲームオブザイヤーの選定に入るのかなとかちょっと思ってしまうところと、いやでも違うんですよ。それでもやっぱり最初に挙げたこの3つのゲーム作品が特に候補としては強いなと思ってる理由があって、それはユーザースコア。ゲームメディアの評価だけではなくてユーザーからの評価も得点が高いんですよね。例えばエルデンリングの DLC はユーザースコア 8.1 なんですよ。 8.1 も十分高いんですよ。ただアストロボットは 9.3、 メタファーは 9.2、 ファイナルファンタジー7リバースは 9.0となっております。で、やっぱりファイナルファンタジー7リバースだけ他より気持ちちょっと低いんだけれども、いや数が段違いなんです。数が段違い、レビュー数の数が段違いなんです。それだけ多くのユーザーが反応を見せているっていうことはすごいことなんですよね。やっぱり、まあ、反応の数で言うとメタファーに関しては発売したばっかりなんでまだ反応ができてないっていうところもあるかもしれませんけれども、私としてはこの3つの作品がゲームオブザイヤー最有力候補だと思っております。ただね、個人的にはここにブラックミスウーコンも入ってくると思ってるんですよ。私はね、ブラックミスウーコン正直ちょっとメタスコア低いなと思うんですよね。もっと高くてもいいよな、あの出来ならってちょっと思ってはいるんですが、ただユーザースコア見ると、ああでもそんなもんなのかなっていう、ほらユーザースコアとね、メタスコア大体近い感じじゃないですか。そっか、ブラックミスウーコンすごいゲームだったけれどな。まあ、グラフィックがすごいとかだけじゃなくて、で、アクションがすごいとかだけじゃなくて、最遊記っていう世界観をベースによくあそこまで広がるゲームプレイを作ったもんだなと思うんだけど、まあでもそっか、なんかその自由度とか、あくまでもソウルライクっていうものに乗っかったゲーム性なので、ゲーム性における独創性っていうのはちょっと薄いのか。まあそういう点では少し得点が低くなるのか。ね、ゲームを好きとか嫌いとかっていう個人的なその評価基準だけではなくて、作品として優れてるかどうかっていうのをちょっと俯瞰で見た時にまたちょっと違った目線っていうのは結構生まれてきますよね。皆さんは、どれがゲームオブザイヤー取ると思いますか？いや、これほんと悩ましいですよね。いや、私としてはね、いや、ぶっちゃけ、アストロボットもメタファーもファイナルファンタジー7リバースもどれも取ってほしいなってちょっと思っちゃうんですよ。もうどれ取ってくれても嬉しい気がします。
ファイナルファンタジー7リバースは、私がファイナルファンタジー好きだからとかっていうのもあるのかもしれませんけど、それ一回置いといて、そのファイナルファンタジーがゲームオブザイヤーに輝くのって、なんか日本のゲームの歴史を鑑みると結構大きい出来事な気がするんですよね。日本のゲームをね、もうファミコン時代の頃から支えてきて、今もなお第一線で、ね、人気があるっていう、そのゲーム作品がゲームオブザイヤーに選ばれたら、やっぱりちょっと熱いよねって思うんですよね。ちょっとぜひ選ばれてほしいなと思うところは、ファイナルファンタジー7リバースにおいてはすごくある。ファイナルファンタジーのリメイクシリーズは常にユーザーの期待を裏切ってきたゲームなんですよね。どっち側にっていい方に裏切ってたりするんですよ。まあ、一作目のファイナルファンタジー7リバースは物語のあり方で大きくユーザーを裏切りました。ただ単にグラフィック綺麗にするだけのリメイクじゃねえのかよっていうのに一回裏切られて、で、7リバースは、まさかこんな広大なゲームプレイになるとは思ってなかったけど、実際にそれやってきちゃったっていう驚き。だってさ、発売される前まさかオープンワールドにほど近いゲームにしてくるだなんて思いもしなかったじゃないですか。いや、そうなったら嬉しいなとは思ってたけれども、本当にそれでやってきちゃうだなんて、ね、いい意味での裏切り以外の何者でもなかったりしますよね。またゲームシステムにおいても、ある程度何度もチャレンジしないと攻略できなかったりするような、もしくは何回かトライ&エラーを繰り返したり、ゲームのシステムをしっかり理解して立ち回っていかないと攻略が困難になっていくような、なんか意外とその、誰でも簡単にクリアできますよみたいなものじゃない形にしてる。ゲームとしての楽しさっていうのにしっかりとアプローチをかけてる作品でもあるっていうところで、なんかいろんなところにね、なんか高い価値を感じるなというふうに感じております。選ばれてくれたら嬉しいなって思う一方で、やっぱアストロボットもね、選ばれたらすごい嬉しいなと思うんですよ。なんか、ここ最近の、その、ゲームオブザイヤーの受賞歴見てても、アストロボットみたいなゲームってやっぱりなかなか選ばれにくいところがあって、2014年から振り返ってみると、ドラゴンエイジ・インクイジション、ウィッチャー3、ワイルドハント、オーバーウォッチ、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、ロッド・オブ・オー、セキロ・シャドウズ・ダイ・トゥワイス、ラスト・オブ・アス・パート2、イット・テイクス・2、エルデン・リング、バルダーズ・ゲート3、というような感じになっているので、ここらで一丁、アストロボットみたいに、ゲームってこんなにハッピーに楽しくなれるんだよっていうのを全面に押し出してきてくれる、このゲーム。こういうのが選ばれても、ちょっと熱いよなと思いますしさ。で、さらに言うと、まあ、チーム遊び、日本のゲーム会社なんですよね。で、規模で言うと、おそらく、その、ノーティードッグとか、サンタモニカスタジオとか、そういったところよりは、ちょっと規模小さいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それこそ PS5 にプリインストールされてるゲームとして、もともとあった、そのゲームを拡張したようなゲームがアストロボットなわけですから、それがゲームオブザイヤー選ばれる。で、ユーザーからの支持もめちゃめちゃ、非常に大きいじゃないですか。それが選ばれたら、ちょっと、となんかね、熱いよね。こっちが選ばれてもね。思ってしまうんですよね。ここ最近のゲームオブザイヤーの価値基準とは、ちょっと違う価値基準になってるような気がするんですよね。せやっ！でもね、メタファーもね、いや、これでメタファーが選ばれるとね、いや、もう前代未聞ですよね。JRPG が選ばれたっていうところで、いやでもね、メタファーは私ね、去年選ばれたバルダーズゲート3とちょっと特徴的には近いものなんじゃないかなと思ってまして、まあその表現の仕方全然違いますけれどもね、バルダーズゲート3はまあザ・洋芸っていう表現ですけども、メタファーに関してはザ・ JRPG っていうようなそういう表現のゲームとなっているんですけれども、ゲームの根底にあるようなものっていうのは、メタファーとバルダーズゲート3はやや近いものがあるなと思ってて、それだけに選ばれてもおかしくなさそうかなっていう気はするんですよね。いや、正直発売されるまで、メタファーがゲームオブザイヤー候補になるなんて、正直あまり思ってなかったんですよ。ただ実際発売されてこれね、ゲームプレイしてみたら、非常によくできておりましてね。ゲームプレイも、ストーリーの部分においても。で、メタファーに関してはストーリーにおいても海外のゲームメディア結構その高評価なんですよね。まあそういった点を考えると、これも十分ゲームオブザイヤー入ってくるよね。まあアトラスがこれまで積み上げてきたものの集大成的作品っていうところで、それがゲームオブザイヤーって選ばれたら、やっぱ熱いよねって思うんだよね。そう、だからもうどれ選ばれても熱いっつ。どれ選ばれても熱いんだよね。そんななんかバラトロだったらちょっとね、おーいってなるかもしんないけど、伏兵だよバラトロ。バラトロあり得ちゃうが怖いなと思うんだけど、バラトロはでもインディーゲーオブザイヤーなんじゃないかな。多分。ね。
本当に今年はすごい。いや、まあもちろんね、まだそのゲームアワードのノミネート作品とかも発表されたわけではないので、ね、また改めてザ・ゲームアワードでそのノミネートが発表されたなら、この話題はね、もう一度みんなとね、共有したいなと思ってはいるんですけども、現段階でみんなは、どれがゲームオブザイヤーだと思ってるのかなっていうところちょっと聞きたい。本当に聞きたい。いや、俺、本当選べない。本当選べないな。FF7 リバースかな？でも、FF7 リバースか。ね、多分スクエニの皆さん今ハラハラしてると思うんだよね。ちょっと前まではもう7リバース濃厚だったんだよね。だけどこの今年後半になってからもうアストロボット来て、ね、メタファー来て、まあ、なんならもうブラックミスウコンも来て、ちょっとすごいハラハラしてると思うんで、うわ、なんか後半にすげえゲームたくさん畳みかけてきたなって、多分思ってると思うんだよね。いやなんか、ここは一つリバースに頑張ってほしいなっていう気も、ちょっと私はしております。が、ね、そこはもう、勝負の世界。ね、ゲーム業界の一つの勝負だと思うんですよ。どこのね、ゲームメーカーがどれだけ優れてるゲームを作れるかっていうところも一つ、切磋琢磨の一つだと思いますし、まあただそれだけではなくて、どのゲームメーカーも素晴らしいゲームを作ってるっていうことを称え合う、その場でもありますから、ね、まあ、すごいゲームがこんだけたくさん出ている。もちろん、今日挙げたその3つ、4つのゲーム以外にもすごいいいゲームたくさん出てるのは、非常に多くあったりするんですけれども、まあ中でも特にね、この3つ4つがちょっと気になったというか、まあね、特に記憶に残ってるものでもありますので、まあ今日話題として挙げさせていただいておりますといったところで、まあ今年ね、ほんとすごい楽しい。ドラクエ3のリメイク、あれはごめん、ちょっとそういうゲームオブザイヤーとかにはちょっと入りにくいかな。あれはもう俺たちが懐かしい楽しむゲームだよな気がしてるから、あれはちょっとね、ゲームオブザイヤーに入ってこない可能性の方が高いかなとちょっと思ってます。はい、皆さんはどれがゲームオブザイヤーになると思いますか？ぜひね、コメント欄でいろんな意見聞いてみたいです。というわけで今日はですね、まあなんかセガのお話と今年のゲームオブザイヤーのお話ダダッとさせていただきましたという、そんな動画でございましたね。あとカレー飯食いましたうまかったです。さあ、みんなカレー飯買いに行こう。